にちは。こんにちは。はい。杉高さん、はいはい、今日もお互いに自宅からも。そうだね。はい、感じですね。まあこういう撮り方しかないんだけど。はい。もうとりあえず出ないというね、必要以外はね。はい。まあそういうことで、自宅からになってますが、はい、なんか対策してる？森尾寺。してますね。何何？まあ、あの本当。例えばスーパーとか買い物行くときはもうマスクは絶対ですし、いやそれはそうだね、アルコール消毒のジェルも持ち歩いてるし、アルコール消毒手に入りました。あ、よかった。豊さん売ってました？売ってた売ってた。まああとはビタミンとかいっぱい飲んでるし、はい、うん、まあこれでも移ったら俺はもうグレるよ多分。え、大連よりも外出てないですか？出てない、出てない。今豊さんのインスタグラムとか見ると、はい、自炊の料理の、ね、そうなんだ写真。そうなんだ。今日も自炊です。上手になりました。なったなった。なった。はい。まあまあそういうことで今日は。前回が新人を、はい、歴代の新人を、まあセリーグの歴代の新人をで、はいはい、ちょっと強いチームを作ってみようというのを、そうだね、豊さんと私でやったんですが、はいはい、今日はパ・リーグの新人を。はい。で作っていきましょう。これお前そうそうたるメンバーいるぞお前。いやすごいですね、やっぱりパリーグも。パリーグ、まあセリーグもすごかったけど、うん、パリーグはさらにパワーアップしてるんじゃないかなっていうような、まあ、気もするよね。で、豊さんが、はい、入団して、はい、試合に出た1981年をとりあえずまず記憶してる。そうだね、はいはい。で、1981年から去年までの新人王が今ずらっと豊さんと私の手元にあるんですが、はいはい、まあでも、うん、俺らの同期入団で石毛さんが取ってるよね。うんうん、うん、まあセ・リーグは原だったし、やっぱなんか球界を代表するようなそういう2人とも選手になっていったというね。でもこうやって見ていくとさ、はい、ざっと言うとまあ2019年まで見るとさ、はい、1999年、松坂が取ってんだよね、うん、はい。で2000年に該当者なしなんだけど、はい、1999年から2016年まで全員ピッチャーなんだよ、うん、いやこれちょっとすごくないですか？すごいな。やっぱだからこのパリーグがパワーピッチャーというかピッチャーが強いっていうのはこういうことなんですね。やっぱいいピッチャーを取り出してるっていうことだよね。和田だったり、はい、まあロッテで久保、はい、あのクイックの速いピッチャーね、はい、で2007年にはもう田中マー君で、2009年には摂津、まあ、牧田とかも11年にいるし、あの2013年則本で、翌年が石川、有原、まあ、こうやって続いていくんだよねピッチャーが。わ、もうほんとピッチャーのオンパレードになってますね。いやいや、もうすごいねやっぱ、はい、うん、多いな。しかもそのちょっと遡ると1987年から、はい、言うと思ったよ。4年前もずっと投手なんですよね。言うと思った。あ、やっぱりここもねすごいピッチャーがいるよ。そうなんです。やっぱ青野を皮切りに87年、まあ森山って西武でしょ、はい、でまあ堺、野茂、長谷川、この野茂長谷川っていうのはお互いメジャーリーガーだからね、2人。そうだ。で高村、杉山、はい、渡辺で平井というね、はい、やっぱねいいピッチャー取ってるわ。パ・リーグすごいですね。すごいすごいすごい。やっぱすごいのと、うーん、なんていうのかな、その新人を取っただけではなくて、はい、その後もやっぱ活躍を続けてる選手が結構多いね。あ、確かにそれ特徴的ですね。あ、そのともっていう、うん、セリーグになかった、まあ1981年から2019年までに、うん、はい、セリーグはキャッチャーがいね、ただ一人ともいなかったんだよね。誰一人いませんでした。まあその中で、はい、パリーグは1984年に藤田という選手がキャッチャーで新人王に輝いてるんだよ。阪急のまだ阪急時代の選手だよね。いやだからびっくりしない、両リーグ合わせてこれだけ年度をこう見ていっても一人だけだよ藤田。すごいですね。いやこれはやっぱすごいよね。はい、うん、
すごいですね。でもね、これパリーグはやっぱすごい。まあセリーグもまあある程度ドラ新人を取るのはピッチャーの方がこれ見たら有利だなって思うけどね。思うけど、ね、ちょっと遡るとさ、もうちょっと、はい、やっぱりね、1970年佐藤さんっていうね南海のピッチャーがいたんだけど、はい、そっから1980年まで全部投手なんだよ。やっぱもう本当だ、すごい。やっぱこう考えるとさ、新人王をさ取れる確率っていうのはやっぱピッチャーが高いね。これは何なんですか、ね、いや、やっぱりさ使われる数が違うから。ああ、そういうことで、一勝につきポイントはアップどん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 していくじゃない。はい、野手ってやっぱトータル1年間のトータルみたいな感じもするし、だからピッチャーが新人を取るより野手が取る新人王の方がやっぱ難しいよね、これ考えると。そうですね。でさらに言うと、その野手の中でもやっぱりそのキャッチャーもそうですし、外野手とかも取るのって難しいんですね、新人で。やっぱ外野手ってさ、はい、そのチームの中である程度中心を打ってほしい選手なんだよね、ポジション的には。だからやっぱ難しい、出るのが難しい。出場するのが難しい。ちょっと打てなかったら変えられるしね。そうですよね。だからやっぱピッチャーが圧倒的に多い。これはあの新人王もさ、まあ、もちろん投票をなくすというねことも含めて、投手部門と野手部門って分かれた方がなんかいいような気がするな、これ見てると。いや、そうですね。ちょっとあまりにもちょっとやっぱ投手にこう行ってしまうので、そこなんかね、もうちょっとバランスを取るためにそういうふうに分けた方がいいかもしれないですね。そうだよね。まあ、そこで、はい、いろいろ厳選の結果、打順、ポジション決めました。お、竹中さんも決めましたか。決めた決めた。私も実はもう決めてます。決めてる。お前から行こうか。はい。なんだ。あ、私からじゃあ行きますか、今回。さらっと言ってよ。さらっと行きますね。はい、はい。先発、はい、田中将大、はい、中継ぎ、はい、シェッツダラシ、おお中継ぎに、はい、で、抑えが則本です。なるほど。1番、はい、セカンド、はい、大市大二郎。お、2番、はい、センター、はい、尾関さん。お、西武ライオンズの、はい、で3番ショート、はい、はい、3番来る。源田3番。3番にします。はい、はい、で4番がファースト清原、はい、で5番が、うん、ここにキャッチャー、唯一のキャッチャーの藤田さんを入れます。はい、はい、まあ、この年見たら結構打ってるんですよね、新人王取った時22本。まあ新人王取った時だからな。まあまあいいよいいよいいよ。この子がちょっと私分からない、はいはい、で6番サード石毛、はい、7番レフト二村。二村ね。あ、二村さん。あ、これ二村っていうんだよ。分からなくてすいません。日本ハムの二村さん、1983年。はい、はい。で8番がライト田中和樹さん。はい。和樹選手ですね、今楽天の。はい、はい、はい。っていう感じになります。なるほどなるほど。はい。弱いな。なんで？だってこれ、これ以上の積み方ありますか？そう。じゃあ行くよ。俺打順でいくからね、ポジションと、はい、はいはい、1番、うん、セカンド大石、大石大二郎ね、はい、2番、うん、はい、ショート源田、あ、ここにね、うん、はい、3番レフト二村、レフト二村さん、はい、4番ファースト清原、うん、一緒だ、うん、これは一緒だな、はい、で5番、うん、ライトで石毛、え、石毛さん、うん、ちょっとコンバートする、いやいや、コンバートするよ。石毛さんはどこでもできた人だから。え、外野もやってたんですか？いや、外野やったことないけど、外野もできる人なんだよ。で、ちょっと膝が悪くなったんだよね。はい。それでサードに移ったんだけど、はい。いや、だけど、その負担も、軽減されると、ライトだとね。で、内野にうまいやつはたくさんいるからさ。あ、そっかそっか。うん。で、はい、6番、センター、熊野。阪急ブレーブス。熊野さんは、はい、藤田の上にあるんだよ。はい、阪急の85年に取ってる、はい、これ先輩なんだけどさ、大学の、いや、すごい上手かった人だよ、
そうなんですね。あ、まあまあバッティングが良かったけどね。で7番、はい、キャッチャー藤田。あ、そこはもうそうですよね、うん、で8番、はい、サード小坂。ああ、ロッテの。あ、はい、いや小坂と源田ちょっと迷うぐらいに、はい、この2人ってうまいんだよ。うんうんうん、ただ源田の方が若干肩が強いんで、はい、まあなんていうの、ショートをやった方がいいかなと。あ、でサードの方はもう小坂はね、うん、俺が見た中で打球に対しての反応は一番いい選手だよ、今まで見た時、今まで見た中で。もうね、スタートが抜群にいいんだよ。だからまあショートもやらしたいんだけど、はい、ただトータル的に見たら源田の方がまあいいかなっていう、うん、だからサードって反応が早い方がいいからね、打球が早い分、はい、だから小坂を持ってきた。わかりました。でピッチャー、はい、先発野茂。おお、野茂さん、はい。で中継ぎ松坂。中継ぎ松坂は、はい、どうしよう。で抑えに田中。ああ、田中マー君ですね。いや、マー君はロングも効くからね。あ、もうどっちも行きますもんね、うん、だけどさ、和田だとか則本とかさ、まあ、牧田も変則で入れておきたいし、摂津もコントロールいいしな。いいですよね。そうなんですよ。いや、だからこれはね、本当に迷うよ。すごい迷いますよね。ああ、パ・リーグのピッチャーすごい迷う。いや、パ・リーグの新人王って、はい、結構すごいわ。いや、でもね、これを見る限り俺が打順を組んだメンバーで、はい、これ守ってられると、うん、抜けないよ、内野。鉄壁な守備です、ね、いや鉄壁だよ。いや、この内野はやっぱこういい、みんな打球に対しての反応がいい人だもん。まあ二村がちょっとね、こいつサボり癖があるんだよ。どんな感じでサボるんですか。ぼーっとしてる時がある。試合中にですか。違う違う、こいつ面白いやつでさ、はい、最後ベイスターズに来たんだよ、一緒にやってたんだけどさ、うん、まあ結構面白いよ。自分がサードで犠牲フライ打つでしょ。はい、もうさ、走るじゃない普通ファーストまで。もちろん。あいつホームベースでホームコーチャーやってたからね、こうやって。なんで。いや、お前走れよって、打ったら落としたらどうすんねんみたいな。それがなんか決勝点につながるような点だったんだよ、はい、だからワンアウトでランナーサードでポンってレフトがなんか打ち上げたんだよね。それがちょっと微妙に浅かったんだよ。でサードランナースタートした時にあいつ戻ってホームでこうやって滑れ滑れってやってたからね。お前走れよって。だから面白いやつなんだこいつ。天然なんですね。まあ天然というか、なんかこう入っちゃうというかね。なんか言い忘れてる新人王ないか。言い忘れてる新人王ですか。いや、乗り物、俺印象に乗り物があるんだけどさ、はい、楽天とオープン戦だったかな、なんかやった時にどっか地方でね、空港で一緒になったんだよ。で中畑監督がお前みたいなルーキーいたんだみたいな。いや、だからこの時、まあもちろん DeNA は違うやつをこう、うん、誰やったかな、白崎だったかな、ドラフト1にしてるんだよ。だけど欲しかった選手だったよな。あー、やっぱり、うん、いいピッチャーですね。私、全日本大学選手権の時に、はい、則本投手が4年生だった時に、はい、確か勝利投手インタビューしてるんですよ。はいはいはい。だからやっぱりその大学選手権とかで数々取ってる投手ってやっぱり入ってきても、はい、いい成績残すんだなって。しかも小柄なのにすごいなっていう、うん、印象あったりとかで、1年目の時に楽天の、はい、またそれもインタビュー行った時に、うん、なんか自分を変える印象的な試合とかありますかって聞いた時に、則本、うん、投手は、うん、その抑えられたとか良かった試合を挙げたんじゃなくて、はい、その大学の時かな、その打たれた試合を言ったんですよ。だからそれ、はいはい、その打たれて負けたことがよし次につなげよう、絶対次は負けないっていう風に印象に残ってる試合になってますっておっしゃったのがすごく印象的で、ね、やっぱハートのある試合っていうのはまあ、うん、でも大体ね、悪いこと覚えてるよ。いいことっていうのは過ぎたことだから、はい、悪いことっていうのは絶対やり返さなきゃいけないっていう風に気持ちの中で思ってるし、だから勝ったゲームっていうのはあんまり反省材料はないけど、負けたゲームほどやっぱこういろいろなことを教えてくれるよね。うん、豊さんもそうでした。まあそうだね、うん、
やっぱ失敗のことはよく覚えてるよな今でもな。でもそれが経験となって土台となって次へステップアップしていくというね、はい、まあ、それができる方がいいと思うよ。そうですね、はい、まあそういうことで、はい、ね、まあ、ちょっとねパリーグ、豊さんと私でちょっとチーム作ってみましたが、はいはい、これをね、これをセリーグとパリーグをちょっと見ていただいて、あ、そうですね、まあ、どっちが勝ちそうかというね、セトパで試合をやらした時に、うんうん、ね、その比較もいいですね。ね、はい、まあこうなりました、はい、はいはい、ちょっとやってみてください。はい。